津軽塗りの食器津軽漆器は津軽地方で生産される伝統的漆器。1873年以降津軽塗りと呼称される。遠塗りとも称される。1975年経済産業大臣指定伝統的工芸品に選ばれ2017年には国の重要無形文化財に指定された。江戸時代中期、広崎藩第四代藩主津軽信政が 津軽の産業を育成するため、全国から多くの職人、技術者を広崎に招き、若狭国出身の主、池田玄兵衛を召し抱えたのが始まりとされる。1676年頃には、すでに広崎城内の一角に、主の作業場があった。広崎藩長日記、または奥に日記の聖徳5年1月7日には、唐塗りが翌年7月12日には、 装甲塗り、利休塔塗り、松葉色ろ塔塗り、色紙塗り、文虫食い塗りの名前が挙げられており、独自の塗り方が多く考え出されたことが伺える。広崎藩で発達した漆器は、様々な調度品に用いられたが、1871年の廃藩地検以後は、津軽塗りへの藩による保護政策が失われ、津軽漆器は一時衰退する。だが、 藩に代わって県が女性を始めたこと、氏族や商人による漆器の製造所や組合組織が結成されたことで、津軽の漆器産業は息を吹き返し、1873年に開催されたウィーン万国博覧会には、青森県が津軽塗りの名前で漆器を出展して、賞を受けている。これ以降、津軽塗りという名前が一般的となる。その後、大正時代まで、 津軽塗産業は大衆化を推し進めるが、1929年の世界恐慌や第二次大戦中の経済統制によって大きな打撃を受ける。1975年経済産業大臣指定伝統工芸品に選定される。2017年重要無形文化財に指定される。津軽塗の土台となる記事には青森県特産のバが使用される。 剣磨と塗りを繰り返して、下地がしっかりしたところで、津軽塗り独特の仕掛けと彩色が施され仕上げられる。四十数回の工程と二ヶ月余りの日数を費やして作られる、馬鹿丁寧さのため、津軽の馬鹿塗りとの異名を持つ。塔塗り、七子塗り、錦色塗り、門車塗りの四種類の技法を基本として、仕掛け漆や種漆を用いる各種の剣で代わり塗りが、 特徴である。また、複数の技法を併用したり、文様を描き加えたり、することによって、華やかな色彩や質感を生かした、無数の表現が可能となる。ABCDEFGHI、津軽塗りについて津軽塗り青森県、漆器共同組合連合会、w w w t s u g a r u n u r i o r g 二0二0年十一月二日閲覧。 abcd 伝統工芸の詳細広崎市 www.city.hirosaki.aomori.jp 2020年11月2日閲覧お国日記広崎藩の感触が書いた日誌お国日記は他藩にも存在した abc 宿本剣発重要無形文化財津軽塗り青森県庁ホームページ w w w p r e f a o m o r i l g j p 2 0 2 0年11月2日閲覧。津軽塗りの塗り模様津軽塗り青森県湿気共同組合連合会。www.tsugarunuri.org.2020 年11月2日閲覧。ありがとうございます。